こんにちは。三菱 UFJ アセットマネジメントの南です。2024年1月からNISA制度が大幅に拡充されました。この度弊社では英国アイサの実情を把握すべく、英国に拠点を置く資産運用会社ベイリー・ギフォード社のスチュワート・ヘギーさんに取材しました。今回はそこから見えるNISAの展望、発展の可能性について触れてまいります。英国アイサとは、英国における個人の資産形成促進策としての税制優遇制度で、日本のNISAのモデルとなった制度です。英国ではアイサの開始初期から制度を活用することで、資産残高が100万ポンド、日本円で約1億8000万円を超えた人、通称アイサミリオネアが現れています。動画の後半では、アイサミリオネアがどのようにアイサを活用していたか、その特徴もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。NISA は2024年から恒久化しましたが、英国アイサの恒久化は2008年に行われました。英国アイサの恒久化は英国にどのような変化をもたらしたのでしょうか。ベイリー・ギフォード社のスチュワート・ヘギーさんにお話を伺いました。 ISAs have changed over time. For example, in 2008,the 10-year lifetime allowance was removed, and they became and then helpfully they became permanent. Having a permanent vehicle expands people's time horizons, and it allows them to take longer-term decisions about their own financial futures. And ultimately, that encourages them to save more. Around that, about half of the adult population in the United Kingdom now have ISAs, and in terms of total assets.The adult ISA marketplace now makes up about £750 billion. 英国では成人の約半数の方が ISA 口座を持っているのですね。日本では2023年9月末時点で NISA 口座を開設している人の割合は20歳以上の人口の2割未満でしたが、今回の恒久化によって NISA の利用率が高まっていくことが予想されます。また先ほどコメントにもありました通り、恒久化によって資産形成について長期的な視点で意思決定することが可能になります。また英国アイサでは恒久化のみならず、継続的に制度の改善が図られています。制度の改善についてベイリー・ギフォード社のスチュワート・ヘギーさんは次のように述べています。 The government have been making some, you know, helpful and sensible changes along the way, but since thenAlso, the annual contribution limit has increased, and it now stands at £20,000 a year. But the government has also tried to make the system simpler. So, for example, you can now transfer your ISA to your spouse and not attract an inheritance tax that exists in the United Kingdom. But there's also, you know, some helpful measures being made for younger people, and that includes the lifetime ISA, which was introduced in 2017.Which is dedicating to help young people buy their first home and finance their retirement. 英国アイサでは物価の上昇に合わせて年間非課税投資枠が引き上げられてきました。また配偶者への相続を非課税にしたり、拠出金額に政府の補助金が追加される若年層向けのライフタイムアイサの導入など多くの改善がなされてきました。日本でもこういった改善に期待しつつ、NISA をより有効的に活用していきたいですね。最後に、英国アイサを活用して資産残高が100万ポンド、日本円で約1億8000万円を超えたアイサミリオネアの特徴をご紹介します。2020年4月時点で約1500人存在するアイサミリオネアの特徴は3つです。1つ目は、株式や投資信託などに投資を行っていたという点です。英国アイサでは預金や MMF などの安全資産を投資対象とすることもできますが、アイサミリオネアは株式や投資信託などのリスク資産に投資していたと考えられています。リスクとリターンは表裏一体で、株式や投資信託は元本が保証されているものではないため、自身のリスク許容度などに応じた資産配分が必要ですが、少し大きめのリターンを得るためには適度なリスクを取ることが必要になってきます。2つ目は、毎年の非課税投資枠を最大限活用していたという点です。日本のNISAでも年間の非課税投資枠が英国のアイサと同水準の360万円になりました。
一方で英国では生涯における非課税保有限度額が存在しないため、1999年から2023年までの間に ISA 枠を全額利用した場合、約30万ポンド、日本円にして約5400万円を投資できたことになります。日本では生涯における非課税保有限度額が1800万円となっており、今後の制度改善に期待したいですね。3つ目は長期の視点で資産運用を行っているという点です。直近の20年間にはリーマンショックや新型コロナショックなど大きな株式市場の暴落や停滞がありました。しかしISAミリオネアは相場の短期的な動向に左右されず、常に長期的な目線で捉え、じっくり資産形成に取り組む姿勢を持っていました。最後にベイリー・ギフォード社のスチュワート・ヘギーさんから日本の投資家の皆様へのメッセージをご紹介します。 I think it was Albert Einstein that said compound interest is the eighth wonder of the world. And really that's the way I view ISAs. By adding now on a monthly basis or a yearly basis or really whatever you can afford it, you can build a huge permanent tax-free pot of money that can transform your financial future.In the United Kingdom, people tend to use these to help buy a home, finance their children's education, or indeed fund their retirement. So if I was asked to give a message, I would say, get saving. いかがでしたでしょうか。英国では成人の約半数の方がISAを活用して豊かな未来のための資産形成を行っているのですね。日本でもNISAの利用率の高まりやさらなる制度充実に期待しつつ、NISAを活用して長期の目線で資産形成を行いましょう。ファンドのリスク、費用、本映像に関わるご留意事項等については表示画面を一時停止してご覧ください。